老子道徳教。今日は67章です。まず原文読む前に、原文読み下しと現代文読む前に、最近始めております、前後と言いますかね。まずこれ、紹介だけにしましょう。えらい古いですね。これは父親が、師匠、山田右衛門老師から、いただいた、傑作です。傑作というのは、結構薄いです。分厚いのもありますが、ここも傑作ありますね。こうして、右肩、左肩。夏場は2発です。結構しっかりします。冬場は、重ね着してますから4発。お互いに手をしますね。文殊菩薩から、代わりに、打つという感じで、知恵をいただくという感じですかね。三五陳情、良好の涙、半ば君、これ、君を思い、半ば君を恨むと、太子、で、花王が、山田の山というのを略字でありますね。三五陳情、珊瑚礁ですね、珊瑚の、で作った、金持ちの王様、お姫様、上流階級の、女性の歌だと思います。海安国語にありますが、出典はもっと古いと思います。人情のある。枕でも上等の枕ですよ。珊瑚礁が散りばめた、そして枕の上で、良好、二つの線、両方の、行く涙、ちょろりちょろりと行くわけですね。で、半ば君を恨む。半ばが半分の半。これを恨み。重い、半ばこれを恨む。これはですね、戦場に行った夫のことを思い出して、ああ、どないしてんやろうと、涙を流す。愛するがゆえに腹が立つ。ね、こうして別れている自分の、こう不甲斐というか、不幸というか、苦しみというか、皆さんも私も、同じように人生歩んできて、そういう涙を流したことがあると思います。愛するがゆえに涙を流し、愛するがゆえに、その離れて暮らす恨みですね。そういうものを、この女性の愛する愛情の歌です。と、これはなんで前後でなってるかというんですね。父親はこれを嬉しがってですね。私、高校時代ぐらいでした。だから今から50年もっと前でしょう。もらってきてですね、どうやいいですね、師匠は私にこれを書いてくれたんだと。おですね、師匠は、あいつはどないして生活しとるんだろうと。ちゃんと仏道を歩んでるだろうか。ね、一生懸命、叩いてやったけども、ちゃんと、布教しとるんだろうかね。あるいは病気になってはしないだろうか。そういう気持ちで、私のために書いてくれたんだというふうに、本人はですね、父を喜んでおりましたが、そういう気持ちはいいですね。珊瑚陳情、良好の涙、半ば君を思い、半ば君を恨む。教え子であっても、愛人であっても、我が子であっても、遠くへ離れていった、そういう人を思い出すと、涙を流しては思い出し、涙を流しては、この不幸と言いますかね。そういう境遇を恨む。なんでこうして別れているんだろうかね。そういうことですね。で、次は、これは結構新しい。このね、日がですね。これも読みますね。日々これ口実です。で、そう。ここの廊下にも雪月花という。祖先の層に翁という字です。
これも花押ですが、まあ、どういう花押か分かりませんが、まあ、判子押せませんので、大体こういうところには花押をパパッとサインを書きますね。まあ、そういう、ここにもですね、日日これ口実、ちょっと読みましょうか。後でまた見てください。唐の末期、前奏、雲門文言の言葉とされ、雲門公録、漢中を出典とするは、一般には碧巌録、第六則に収められている公案として知られる。碧巌録第六則の記述は以下の通りである。コス、雲門水神曰く、15日以前は何時に問わず、15日以後は15日以後、一句、まさに一句言い来たれ。自ら変わって曰く、日日これ口実。まあ、この大きな意味は、雲門文言はかつてここまでの15日間のことはお前には問わないが、これからの15日間をどうするか一言で言ってみようと問い、それに自ら答えて、毎日が良い日だと述べたというが、これはどういうことかということですね。まあ、これはもう有名な公案です。日日これ口実。まあ、最近はアウトドアでもですね、口実三相とかですね、そういうメーカーがあるように、いい日、これは天気であるのはもういい日ですが、まあ、雨の日も、台風の日もですね、年をとって、入院中の、日も、結婚式の日も、まあ、お葬式、極端に言うたら悲しい家族との別れの日もですね、日々これ口実と善は見ます。東西南北がですね、あるいは24時間がいい日である。悪い日はない。というふうに持っていく。これは15日というのは、まあ、意味はない。だいたい中国の暦は旧暦、まあ日本もそうですが、まあ30日までです。15日、31日というのはないんですね。だから、うる年のはできるでしょ。3年に一遍ですかね。1月間を、またうるう月というのを作ります。余分に、1月間を埋め合わせをしていくわけですね。ところが、まあ、365日ができたために、まあ、大体太陽暦は、うる月というか、うるう日、2月29日の1日だけぐらいですね。1日、15日。をいつも区切りを持って、1日15日が、まあ、お寺の生活は、まあ、ここではこういうことしませんが、祝神と言います。王様に万歳を唱える。神というのは、聖を祝う。聖に祝詞と唱える。万歳万歳万万歳。万歳万歳万万歳を唱えている伝統があるんですね。多分それは、まあ、法律的にそういう、お寺では、そうしろと言われたんでしょうかね。この前も天龍寺持参院、行ってきましたが、写真もですね、金城天皇の位牌もきちっと、祀ってありました。金城天皇というのは、今の天皇陛下が、安寧、まあ、お元気で、そして長生きされて、そして国をお守りくださいという意味合いだったんでしょう。さあ、いつも私はこれも何回も言ってきました。日日これ口実。私も、だいぶこの考案に対してですね、結構理屈が入ります。いい日というのはどういう日かですね。そうすると、いろんなうまいとかですね、ああ、うまかったとか、よう寝れたとか、そういう表現をやってみたと思うんです。ところは許してくれなかったですね。私の師匠はこういうふうに示したんですね。雨の日は傘を差します。それだけでした。雨の日は傘を差します。これが日日これ口実です。
まあ、寒い日は寒くありませんが、マフラーしますとかですね。まあ、そういう、臨機応変に私たちは今を生きております。ね、ああ、もう暑いからエアコンかけろやとかですね。扇風機かけ、ちょっと戸を開けろとかですね。ちょっと冷たい水飲むかとかですね。それがいい日ですね。あ、疲れたからちょっと休もうかと。だからいい日というのは分別じゃない。それぞれが雨が降れば傘を差す。まあ、それも私大いに、素晴らしいと思いました。どうぞ皆さんも人生、日々これ後日、ですね。決してですね、日曜日だからいいんだ、じゃなくて、夏休みだからいいんじゃなくて、ボーナスもらったからいい日じゃなくてですね、うまいもん食うたからいい日じゃなくて、もちろんそれもいい日ですが、どういう日もですね、そこをですね、味わっていく、行じていく、まあそういうところでしょうか。15日以前、だ15日、7月15日というのは、月末と言います。お盆は、ありますね。旧暦の7月14日ですよ。だから、お盆があるというのは、修行が終わるという日です。15日、修行をしている期間、3ヶ月間は何も言わんと。さあ、これからお前たちは、寺から出て行って、まだ3ヶ月間、行脚、外へ出るんだが、さあ、その後はどうするんだ。行ってみろと。ほな、みんな修行者たちは、今まで3ヶ月間、このお寺におって、この3ヶ月間、修行式の時に師匠が、そういうお言葉を、問いを出された時に、ポカーンと聞いてた。で、自ら変わって、一日これ口実だと。毎日毎日が、サムである。毎日毎日、毎日は、いただきます。ありがとうございます。おやすみなさい。ね。掃除をする。まあ、それを自然体でやっていく。よしあしを超えていく。まあ、そういうふうに、まあ、頭で考えたら、そういうことでしょう。これも妙心ですね。妙心、端節。これも顔がまた面白いですね。こう書いて、ちょっとありますね。前も説明しました。ぬさの妙憂ってやります。まあ、これもですね、また後に持って帰っていただいて、ぬさの妙憂。妙憂、妙用でもいいでしょう。これは碧岩録第62足。炊事に曰く、虫の血を持って、ぬさの妙憂を発し、無縁の字を持って、不肖の醤油となる。まあ、これ、音を聞いても、ね、漢字を見なければ、ちょっとわかりませんね。まあ、全学辞典には、常識分別を交えない仏法の働き、心に、願求、願い、求めることなく、一切の作業に所作のない、一切私心、私の心のない、転身の活動、を言う。まあ、こう無造作に。まあ、これから堂々と言いますが、まあ、無為の心、無為の心じゃなくて、自念、無為自念というところでしょうかね。こう無造作に、真心を込めて体と心が一つになっていく。チバヤン禅喬老師の禅林句集には、棒が我を忘れた行為が自ら冥利に合するという、とある。まあそういうことですね。まあ、食べたら茶碗を洗う。開けた戸は閉めて帰る。つけた扇風機は消して帰る。まあ当たり前にやってることは、これは当たり前のことでありながら、無造作に、それが当たり前として現じている。これが禅的な働きというんですね。何や、大したことないじゃないかと。輪座は言うんですね。いや、これ、仏法たすなし。まあ、仏の教えというのは大したことないと。当たり前ということですね。分かってみれば当たり前なんですが、分かるまでは理屈で、まだぎこちがない。縛られてしまう。ね、縛るも、解けるもないんですが、で、そういうところにこだわりを超えていく。達観していくというところでしょうか。
全学 G には自己を傍じて自分を忘れて何だ求むるところなき作用を言う。すなわち分別動作に渡らずして、ことの自然に行われ、ことが自然に自然に行われ、しかも自ら仏法に名号する。しかもそれが永遠不滅の、それが当たり前の姿である。さようなるゆえに、無差の妙有というなりとある。さて、朗読を読んでいきましょう。今日は67章です。読み下し文。天下皆我を大なるも不肖に似たりという。それただ大なり。故に不肖に似たり。もし小ならば、久しかな、その才なるや。我に参謀あり、自してこれを保つ。一に曰く、自。二に曰く、兼。三に曰く、あえて天下の先とならず。自なるがゆえによく言う。兼なるがゆえによく広く。あえて天下の先とならざるがゆえによく気の長をなす。今、字を捨てて、まさに言うならんとし、剣を捨てて、まさに広からんとし、語なるを捨てて、まさに先ならんとすれば死せん。それ、字は持って戦えばすなわち勝ち、持って守ればすなわち勝たし。天、まさにこれを救わんとし、地をもってこれを守る。まあ、いつものように、こう読めるは読めるんですが、意味は全然わかりません。まだ現代語訳読みます。天下皆言う参謀の徳。参謀ですね。世界中の誰もが私のことを大きいけれども、愚か者のようだという、この大なる。大なるね。天下皆我を大なるも不肖に似たり。不肖というのは、まあ、まだ未熟なものですがとかですね、愚かなものですが、という感じで、小というのは、似るということですね。だから、先生に似ていない。親に似ていない。不肖者というのは、親に似ずに、ダメな子供ですが、という、まあ、謙遜した、不肖のものというんですが、天下皆我、周りの人々は私を大なる。大きいおさん。そんなことじゃないでしょ。これはですね、私も初め、この老子道東京の理という、理事という人は、体の大きい人やということも書いてありましたが、そういうことじゃない。で、不肖に至る。不肖というのは、これ、愚かも、愚かのもののようだというんですね。さあ、これ私もいろいろこう見ましたら、大きいという字はですね、正しいと解釈すれば、こう文章が合うと思うんですね。世界中の、世界中まで言わんでもですね、周りの人々が私のことは、まあ、あの人は正直もんや。別に悪い人じゃないよ。ね、ええ人や、ね。きちっと挨拶もするし、別に、目立ったこともしないし。まあ、私が言う、いつも普通のおっさん、普通のおっさんやと。ね、毎日や、こう前通る人は、前、和尚さんは門を開けて、シャーシャーとですね、竹ぼうきで、ほうき履いとるわと。ね、まあ、それだけのことで、普通のおっさんですね。偉いとも思わんし、愚かとも思わない。だから、正しいけれども、愚か者のようだという。愚か。愚かというのはちょっとぼーっとしている。ね、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされない。そういうものに宮沢賢治はなりたいと言った。褒められもせず、苦にもされない。デクノボーと呼ばれる。まあ、そういう法華経の、そういう、
精神を貫いた宮沢賢治が書いた「雨にも負けず」の一句ですが、まあその世界に、私は、ちょっと共鳴というか、いいなと、そういうところだなと思います。愚かいのはですね、わーっと気がちょっとね、精神的に異常者も、そういうふうに見られがちですが、それは病気です。普通の生活しててですね、まあ、これといって目立たない。有名人でもないし、といって、浮浪者のように、道端で寝転んでいるようなこともしないし、まあ、普通のおっさんやなと。まあ、それぐらいの解釈でいいでしょう。周りの人は私のことを、まあ、普通の正しい、間違ったことのない、常識のある人や言うけども、まあ、愚か者のようだという。そもそも、正しいからこそ、愚かに見えるのだ。そもそも大きいからこそではなくて、正しいというと普通の生活。天と全く同じような言い方をすると、太陽は愚かとも言わないけども、きちっと毎朝こう上がってきて、そして夕方には沈んでいきますね。お月さんも、別に偉いとも思わないし、バカだとも思わない。いつも規則正しく、満月を、三日月を私たちに召してくれます。春夏秋冬も、それが、まあ、人格者やったら、それはですね、偉いと思わんし、まあ、そう思わん。まあ、これ何考えとんねんいう感じで、まあ、愚かといえば愚かかもわかりませんが、そういうふうに見える。力のないように見える。もし人並みに見えるなら、人並みというのは似る。小というやつですね。不肖の小なら、もうとっくの昔から、久しく。もし小ならば、久しかな昔から、その才なるや。才なるやというのは、細かいという、ちっぽけな人物になっていたということだ。ちっぽけじゃなくて、繊細の才。と私は見ましたですね。まあ、私なりの、自分の人生経験の中で、この老子道徳教の原文の読み下しを見て感じるのは、昔からそれは、慎重さ、謙虚さ、正確さ、太陽が正確ですね。本当に正しいんですね。だけど何の力もないように思う。で、ありがたいというのはありがたいけども、人格、人間やったら、きちっと起きて掃除しとる。お寺の和尚さん。これ別に、偉い人だとも思わんし、坊さんが屁をこいたないうぐらいで、まあ、ハゲ坊主言われるぐらいのものだと思います。だけど、その才というのは、この性格やんです。慎重。まあ、謙虚さ。この才というのも、まあ、漢字一文字で、私の感覚はね、こういろいろ、こう、あちこち行くわけですが、決してですね、もうとっくの昔からちっぽけな人物になっていたということだ。ちっぽけな人物になっていた。じゃないなと思うんですね。ちっぽけじゃない。きちっとして、常識のあり、そして自然の摂理に、天の、この章を全うきちっと受けている。徳を授かっている。だから仁徳天皇陵とかの仁徳とかですね、聖徳太子とかだ。徳というの、なんかものすごい偉そうに、偉いように思いますが、徳というのは、ただこうね、太陽が光っている、風が吹く。そういうことでしょう。自分が天から授かっている、この命を授かっている。体と心がある。命がある。そこから朝起きて掃除をする。あるいは水をまいてあげる。あるいはおはようございますと、近所の人に出会ったら挨拶をする。まあ、それだけの日々ですが、まあ、それでいいでしょう。それ以上のことは、また ね、いろんな、そういう人生、目標を持っている人は、目標に向かっていいと思いますが、
永遠の姿というのはそういうところと思います。昔も今も人間として生まれてきて、そして朝起きて、掃除して、飯作って、そしておはようと言ったりですね、そういう生き方をしている。これからも同じでしょう。いくらどんな便利な時代になってもですね、朝起きるのは起きるはずだし、そして顔を洗うはずだし、それでいいでしょう。だからそこにですね、やっぱり天とビターとこう一致しとかなきゃいけませんね。そういうふうに思います。まあ現代はですね、もう夜も昼もない生活に変わってしまいましたが、できることなら私は、天と一緒に、春夏秋冬、できるだけこの夏は自然の風に当たる、そしてちょっとはちょっと汗もかく、そして涼しさを感じる、ずっとエアコンにいていいはずがないのは皆さんもう分かりますね、体に良くないのは分かります。だからそれが、まあ、先祖たちが体験してきた夏の風情でしょう。ところが今はこういう石が、石で積んである。で、周りはアスファルトである。もうそうするともううんざりというかね。まあ土のあるところを行けばなんかほっとしますね。まあ私も月に一度、田舎というか山の中の生活を一泊だけしますが、もうなんかこう生き返ったように、あと魚がこう水の中に戻ってきたような気がするんですけど。まあ、大阪にいる間はですね、なかなかそういうことはできませんが、ぜひ私たちは、まあ、公園でも行くなり、散歩でも朝するなり、何かこう緑を見るなり、まあそういうことをしないと、だんだんこうおかしくなると思います。ぜひ、環境は、まあ大変でしょうけども、まあ無理のないようにしながら、まず緑を見る、そして遠くを見る、そして、先ほども、座禅しながら、釈迦の説法みたいに、ジェーイェーイェーイ、今泣いてますが、こう、無心に聞けばですね、本当に去年も言いました。静けさや、岩に染み入る蝉の声。この情感、静かな時間を持つという。ね、こう、座禅を離れて、また家に戻りますと、ああ、草暑いと思ってですね、なんかこう、シャワシャワやってられへんとかですね。まあ、そういうことになるでしょうけども、こう座禅してるときはみんな許せますね。許して、こう、一枚になるでしょ。この自分を忘れて、私が岩になったみたいに、蝉になったように、そして、もう、この境地が私は、自他不二、あるいは、釈尊のこの、星を見て悟った境地と、まあ、偉そうなこと言いますが、そういうことじゃないかなと、一人ですね、勝手に満足しております。人間、所詮、満足できてこそ、幸せですから、これでええんやと。多分、松尾芭蕉も、この蝉の声で満足したでしょう。ああ、ええなと。ね。それを歌にしてくれたからこそ、松尾芭蕉の気持ちが、俳句によって伝わってきましたけども、どんな形でもいいですから、伝えることができなくても、青い空、白い雲、柳が緑、花はくれない。まあ、それぐらいのことは知っておりますから、ね、それを味わって、ああ、そうはええなと思えたら、そこは、やっぱり、ええとこですね。さて次行きましょう。我に三宝あり、自してこれを保つ。私に三つの宝がある。もう我々も三宝ありますね。仏法僧というやつあります。そしてこれを持っていて、いつも保っている。保持している。さあ仏教者。我々はまあ仏教をまあ、たしなんでるというかですね。まあ仏門に入って、この仏法僧。まず三敬、三宝を敬えというんです。仏を敬え。で、臨済宗は仏というのは何ですか？いつも言いますね。この
汝が一念心情、お前さんが今感じているこのピュアな光、清浄光、これが仏だというんです。臨済は1250年前に言うたんです。仏とはこの仏像ちゃうでって。これはここが光ったらこれが反射して、あ、仏さんというか、綺麗な仏像やなと、綺麗な絵やなとか、綺麗な風景やなと、これがお前さんの仏やと。大日如来、これ発心仏、清浄発心ビルシャナ仏。まあ、いろんな人がですね、仏とは何ぞやと言ったらですね、臨済はお前さんの清らかなピュアなハート、光、清浄光と言ったんです。さあ、私のピュアなハートはどういうもんでしょう。ね、純粋な真心、心の光、これが仏やというんです。まあ、理屈で言うとそうかなと。まあ、わからんこともないですね。これが仏やと。これはまあずっと仏通しでつながって、先祖代々子孫孫つながってますね。この真心というのは。この体は消えても、今子供も心持っております。親も持ってました。で、仏法、法とはお前さんのこの、無分別、分別ない、この分別のない、これ阿弥陀仏、阿弥陀さん。南無陀の阿弥陀仏を、法身仏、この仏法僧の法と言いますが、これは、法という、意味は、汝が心情の、無別光、無別光と言うんですかね、無別心と言ったんですかね、なんかそういうこと言ってました。要するに、仏法僧というのは、臨済宗どういうふうに感じていた？真心があって、その真心が、みんな平等にものを見ていって、そして手を差し伸べていく。僧というのは、サンガということですが、そのサンガというのは、お互いに家族であり、兄弟であり、社会であり、そういうものである。そういう方に打ってますね。こだわるところは、戒律を、260回かなんかね、昔の具足戒というやつ、これを持って三願に入るというふうに決めてありましたが、大乗仏教では、そういうふうに、三願というのは、三願に帰依しますというのは、決してですね、お坊さんに、仏法僧のお坊さんに帰依しますという、そういうふうに書いて、漢字では仏法僧の僧というのは、三が、寸がという漢字ですが、寸がというのは、共同体です。で、私たち今日こうして座禅して、その共同体が尊い。ということですね。これが尊いですね。俺が俺がというエゴじゃない。みんなで力を合わせていく。兄弟、家族、社会、国民、人類。そういうところが大きなサンガとして広がっていけばいいですね。だから、大きな、この素晴らしいエネルギーがある。そのエネルギーからいろんな形が、山があり、川があり、海ができ、イワシがおり、サバがあり、モグラもミミズもおる、ね、人類もおる。そういう、法というのは自然現象。自然現象は、これは、無差別。無差別というか、上も下もない。これが自然界。教えだけじゃない。お経だけが法じゃない。すべてセミも法である。まあ、そういうふうに見ていいでしょうね。で、そして僧というのは、そこでお互いに調和していく。和というやつですね。ハーモナイズ。ハーモナイズしていく。お互いに、弱肉強食のライオンが鹿を、ね、牛を殺して食べていく。まあ、そういう生き方を天は与えているんです。だから私たちも、お米の命を食べているし、イワシの命を食べているし、マグロの命を食べているわけですね。それは、本来だったら昔は漁師をして、そいつを生き物を殺して、さばいて、そして分けて、調理して、家族に食べさし、
自分も食べる。それが昔のあれが先祖のやってきたことで、決して遊びで漁をしたわけじゃないのは分かってますね。命をいただく。命をいただいて、そして私の命に変えていく。その命を、そして、生かしていくということでしょうか。ここでは三宝というのは仏法僧じゃありませんね。一に曰く慈悲あいうんです。慈愛。愛ですね。二に曰く倹約。節約。倹約。三に曰く、あえて天下の先とならず。俯瞰というやつですね。あえて節。どうぞという感じでしょうか。譲り合う。あえて何々せず。アフターユー。外国の西洋では、マナー、男のマナーは、女性を先にアフターユー。エレベーターでもアフターユー。アフターユーですね。あなたの後に私は、やりますと。食事をとるときもアフターユー。これはそうですね。優しさ、そして倹約。この倹約というのはですね、私なりにケチな生き方という倹約じゃなくてですね、このエゴを捨てる、無我、仏教的に言ったら無我、エゴを捨てて、自分さえよかったというガリガリ亡者を捨てる、そういう気力、主体性、すぐですね、エゴが立ち寄る。違いますか？俺さえよかったらええということで、すぐ、自分の我が出てしまいますね。我先に、ね、行列を待っている時もですね、やっぱり我、絶対譲らんぞという感じですね。私も譲れません。ね、だけど、そういうところに、あえて天下の先とならず。これは昔の表現でしょうけども、チケット買うとか、コロナの予防注射するとか、そういう、もしもそういうものを争うように、先を争って、俺がという、倹約、倹約の倹が、この節約、倹約ということでしょうかね。いろんな解釈できるところでしょうが、慈悲なるがゆえによく言う。慈悲なるがゆえによく言う。慈しみを守っているからこそ人々の心腹が得られて、勇敢になることができる。そういう立場もあるんですね。優しさを守っているからこそ、人々は私を守ってくれる。慎ましさを守っているからこそ余裕ができて、広やかにゆったりとしていることができる。倹なるがゆえによく広くゆったりとしている。世界の先頭に立とうとしないからこそ、人材をうまく働かせて、その頭となることができる。皆さんも会社とか人を使っている方もいらっしゃると思いますが、そういう時はやっぱり、この人を使う時にはですね、あんまり頭ごなしにガッと押さえてしまうと、縮こまるというかね、きちんと言うことは聞いてくれますが、あんまり力出てきませんね。やっぱりどうぞお前やってみるという可能性とか、褒めるとか、譲り合うというところ、俺がということをしない、人材をうまく働かせてこそ、皆がやる気を起こしていきますね。頭となる。で、私を社長にしてくれる。店長にしてくれる。そういう部長にしてくれる。そういうことも、この文章からも、ちょっと解釈できますね。今、
慈しみによらないでいきなり勇敢になろうとし、まあ、優しさがないのに、偉そうにしてもダメだし、謙虚さがないのに、いきなり、なんかこう、偉そう、なんかこう、大盤振る舞いしたいですね。後ろにつくことをしないで、いきなり先頭に立とうとするなら、死があるだけだ。死という表現を簡単に使ってますが、まあその頃は死線。まあそういう生き方は役に立たんだろうと。だから、慈悲の慈、慈悲。そして、倹約。そして、次、先に行かない俯瞰。譲り合う。そういうことをもってしたら、ないことを持つということですね。それ、字は、持って戦えば、すなわち勝ち。そもそも、慈しみというものは、人民の信望を獲得するから、それによって戦えば、勝利を収め、それによって守れば、守備は固い。天もそれを助けようとして、やはり、慈しみによって守ってくれるのだ。まあ、そういう、今日のところはですね、三宝というところがですね、まあ、仏法僧ではなくてですね、この同じお釈迦さんの生まれた時代に、老子という方は、三つの宝を言っておりますね。私はいつも言うようにですね、私も小学校、中学校と教会を通って、やっぱり父、御子、御霊、もうこれで私は仏法も言われていると思います。父、大いなるもの、もう無門老師も大いなるものに抱かれている。私は私たらしめてるものはない。これが三つの宝の一つです。私は今生きてきて、生まれてみて、大いなるものに生かされているというところに、感ずる命、感覚をもらいましたしね。これが100年前、その原子のままで、素粒子のままやったら、感覚もない。そのまま、それはそれで、自然体で、こう、飛び回ってると思いますけどね、原子が。だけど、縁があって、物ができたんですね。この机ができるように、畳ができるように、私の体が親の縁でいただいた。その縁をいただいて、その天を見ることが、感じることができた。おお、これは素晴らしいなと。天国を見ることができたんですね。感じることができたんです。大いなるもの、父、御子、私、この体ですね。御霊、ええな、という感じですね。これさえやったら私は、これが仏法そうやと思いますね。まあ私の宝は、三つの宝は、それぐらいで、自分の生活から、大いなるものに生かされている。そしてそういう、感じる、風が吹く涼しさに感じる、私がここに今いるということは、それはありがたいことやと。ね、暑いからこそ、ね、地獄もあるけども、暑さの中に涼しさがある。寒さの中に暖かさがある。腹減った中に、この満腹がある。まあそういういろんな疲れた中に睡眠がある。まあそういう風に感じていけば、うまいことですね。リズムの中でですね、生きていけるような気がしますね。三つの徳というですね、まあそういうところでいいでしょうか。ああ、ここに書いてますね。三宝。私はちょっと書いてあります。諸行無常である。粗物と別ならずと要せば、ただ外に求むることなかれ。自分、お前たち、人材言うてんですね。人材は、お前さんたちは、釈尊と別ならずと、そういう感覚になりたいと思うんだったら、外に求めてはならんぞと。ただ外に求むることなかれ。遠く求むる儚さよと。白隠も300年前に言ってますね。臨済はもう1300年前に言ってるわけですね。一念心情の清浄光。この一念心情、私がパッと今思う、ピュアな、その純粋な光。これが発心物である。
仏である。これが仏である。法とは一念心情、無分別個、無分別。こういう、これは法身仏である。そういうふうに言ってますね。そして、一念心情の無差別個。これは、化身仏、往心仏と言いますが、まあ、そういう、無分別、無差別、清浄、そういうところを参謀、そういうところを自分の中で自覚しろと、目覚めろと。別に外へ求めるなと。自分の中で、大きな丸い大円境地、分別平等承知、そういうところが持っている、所作をなす知恵もある。そういう自分の中に仏を見出していけ。で、法を見ていけ。法というのは教えでもありますが、そういう教えが当たり前になされていく。戒を持たない戒。戒律にこだわっている人は戒に縛られて戒を犯している。戒律をね。戒を持ちながら戒を忘れている。もう殺すことも嘘をつくことも盗むこともそういうイメージさえもない。清浄な光。ピュアな光であり、そして自他不二の。そういう気持ちさせてもらう。そしていつも調和をしていく。いつも助け合っていく。そういう和を持って生きていく。これが、釈尊は、そこから生まれてきた。大いなるものから生まれてきて、そして、一人の人間として、一人のおっさんとして生まれてきて、王子として生まれてきて、親父として生きてきて、あるいは修行者として生きてきて、そして80歳まで生きた、一人の人間が、何をやったか言ったら、みんなと仲良く、もう怖がらなくてもいいと。ね、そういう言い方を教えたが、ゆえ、教えが仏教ですね。この自分の素晴らしい中をいつも見つめていったからこそ、他を求めないで、仏というのは、私の中にいる仏を、いつも感じていく。これが、その感じたものを伝えていくのが仏教。自己の本心を見つめていく。そしてそれを行じていく。仏道。まあそういうふうに解釈すればいいでしょうね。だから、我々は今こういうテキストを通して、お経を通して、見ておりますが、これを覚えるんではない。覚えるんじゃなくて、私の中に、そういうものが、同じように、秘めているんだなと。だから私なんかは、老子道と経を見ながら、まあ、仏教と、私、太一老子に叱られるかわかりませんが、ね、そういう、味噌くそを一緒にするなと。だけど私は、同じ共有点を持って、私は自分は信じていきたい。みんな、色の黒い人も白い人も、ね、どんな金持ちもですね、叩いたら痛い、切れ赤い血が出る。もう、それを基準に、生き方を、生活を楽しんでいる。まあ、そういうふうに、ものを見ていけば、まあ、私は、それで、全的な生き方がそこにあるんではないかと、私は信じておりますね。まあ、今日はこれで終わりましょう。